郵便配達はニ度ベルを鳴らすは、1946年に制作、公開されたアメリカ合衆国の映画である。日本では劇場未公開だが、DVD が発売された。ジェームズ・ m ケインの同名小説の映画化であり、テイ・ガーネットが監督、ラナ・ターナーとジョン・ガーフィールドが主演した。ジョン・ガーフィールド・セシル・ケラウェイ各地を放浪するフランクは、 ニックが経営するダイナーで働くことになったが、彼が就職した理由は、ニックの妻コーラに一目惚れしたためだった。一方、コーラは強引に迫るフランクを拒否していたが、もともとニックとの結婚は愛のない資産目当ての結婚だったため、次第にフランクを受け入れるようになる。二人は不倫関係を続け、ニックが留守にしている間に駆け落ちを図るが、 コーラは裕福な暮らしを失うことを恐れて途中で引き返してしまう。それ以来、二人は店での接触を避けていたが、その生活に耐えられなくなったコーラはニックの殺害を計画する。フランクは殺害に反対したが、コーラとの幸せを手に入れるため、彼女の計画を受け入れる。二人は事故に見せかけて自宅でニックを殺害しようとするが、 犯行直後に停電が発生して、殺害に失敗する。犯行が発覚することを恐れた二人は医者を呼び、ニックは一命を取り留めるが、事故を不審に思ったサケット検事と警察は二人を疑い出す。ニックが退院するまでの1週間、フランクはコーラと愛情を深めるが、ニックが退院すると同時に店を出ていく。 しかし、コーラのことが忘れられないフランクはニックに壊れて、店に戻るが、ニックは店を売却して、コーラを連れて、カナダの実家に戻り、重病の姉と暮らすことを告げる。コーラは、売却を止めるように訴えるが、ニックは、聞き入れずに、公認の店長に、フランクを推薦する。離れ離れになることを恐れた二人は、再び、ニックの殺害を計画する。 ヒュームクローニン・レオン・エームズ二人はニックを車に乗せて湖に向かい、フランクは途中の山道で泥水したニックを殴り倒し、車ごとニックを崖から突き落とす。しかし、脱出に失敗した、フランクも崖から落ちてしまい、コーラは通りかかった車に助けを求める。しかし、その車は二人を尾行していたサケットだったため、二人は殺人容疑で逮捕される。 サケットはフランクを不起訴にする見返りにコーラを殺人で訴えるように迫り、フランクは告発状に署名してしまう。フランクに裏切られたコーラは激怒し、ニック殺しはフランクとの凶暴だったことを供述書に書かせて署名してしまう。裁判はコーラの弁護人でサケットのライバルであるキーツの暗躍により、執行猶予となり二人は店に戻るが、二人の関係は 見悪なものになっていた。店は事件の影響で繁盛したが、キーツから世間が二人の関係を怪しんでいると聞かされたコーラは嫌々ながらフランクと結婚して世間の目を交わす。コーラは母親に会うために実家に戻り、フランクは見送りの駅で出会ったマジッジと不倫する。一週間後、母親が死んだことにショックを受けたコーラが帰宅し、 フランクは彼女を慰めて、関係改善の兆しが見え始める。そこに、キーツの元部下で供述書をタイプしたケネディが現れ、供述書をネタに二人から金を脅し取ろうとする。二人は協力して、ケネディから供述書を奪い取ることに成功するが、フランクがマッチと不倫していたことが発覚し、二人の関係は再び、険悪になる。その夜、二人は海岸に出かけて、 互いの愛を確かめ合い関係を修復するが、その帰り道で運転操作を誤り事故を起こし、コーラが死んでしまう。サケットはコーラ殺しの罪でフランクを告訴するが、フランクは必死に無実を訴える。しかし、コーラがフランクに残したメモが見つかり、そこにニック殺しのことが書かれていたため、サケットから コーラ殺しで無罪になっても、ニック殺しで死刑になると告げられる。フランクは、愛したコーラを殺した罪で死刑になるのは耐えられないと語り、ニック殺しの罪で死刑になることを選ぶ。オードリーとった、かっこ内は日本語を吹き替え。ありがとうございます。